インドネシア海軍潜水艦が3つに割れた状態で発見されました。今回この潜水艦沈没事故を先行深度に着目して見ていきます。ドイツ製なんですが、途中で韓国でニコイチ改修工事を行っている模様です。世界での常識は、韓国製は信用できない方向へと向かっていますね。53人の乗組員全員も艦隊も3つにバラバラになり、海底オークシンクに沈む状態です。原因はこれから詳しく調査が進むのでしょうが、改修工事での欠陥がささやきかられています。それにしてもインドネシアと韓国のこのつながりは何ですかね。2021年4月21日、インドネシア海軍所属のカクラ級潜水艦、ナンガラが、バリ島沖の海域において、訓練途中に行方不明となり、同国政府の要請を受けたオーストラリアやシンガポールが捜索に動いていた。このナンガラには、搭乗員として、53名が乗艦していたが、21日の未明に潜航許可を要請した後に通信が途絶してしまい、何らかのトラブルにより動力源である電源を喪失したとみられている。翌日の22日には最悪の事故が想定される中でも、インドネシア海軍上層部は艦内の酸素残量にはその時点ではまだ余力があるとの見方を示し、いちるの望みをつなぐ発言を行っていた。インドネシアは陸、海、空の三軍を国軍として統括しているが、24日には同国軍トップの司令官ハディ氏がバリ島で記者会見を行い、潜水艦の破片や燃料の流出が確認されたことを発表した。この記者会見において、海軍参謀総長のユド氏は、ナンガラの魚雷発射管や冷却設備など、一部の部品が回収されたことを示し、破損した。艦内からこれらが放出されたものだと示唆した。21日の時点においては、ナンガラが浮上できず、原型を残したまま、沈没していると仮定した場合、艦内の酸素の残量は、この24日朝までが、物理的な限界だと考えられていたが、事態は最悪の結果と言えるだろう。ナンガラが沈没している海域の水深はおよそ850メートルにも、達することが明らかとなり、カクラ級潜水艦、ナンガラの耐用深度を、はるかかに、超過しており、艦体自体が、水圧に耐えられない事態が想定される。搭乗員53名全員が、犠牲となったと思われる今回の、ナンガラの、痛ましい沈没事故ではあるが、遺体の回収や、今後の原因調査等のためにも、引き上げが検討されてはいるが、水深が深すぎて容易ではないようだ。不幸にして発生してしまったこの、ナンガラの沈没事故の解明を、祈らずにはおれないが、こうした水深850メートルという、物理的な制約の、問題が、真相の解明を阻害する要因となることが予想される。さて、インドネシア海軍所属のカクラ級潜水艦、ナンガラだが、オバルツベルケドイツ造船社によって建造されたドイツの、ベストセラー、海外輸出用の209型通常動力潜水艦の中の一隻である。ナンガラは、
水上排水量1285トン、水中排水量1390トン、全長 59.5 メートル、全幅 6.2 メートルの小型の、通常動力型潜水艦であり、使用上では34名の搭乗員で運用される艦艇となっている。インドネシア海軍では、1番艦、カクラと、今回の2番艦、ナンガラを、2隻同時の1981年から就役させており、1980年代、1990年代、2000年代と3度の近代化改修を施しつつ、現在まで運用を継続していた。中でも最後に行われた2000年代の3度目の改修工事は、韓国のデウ造船改良によって施されており、機関部や蓄電池、そしてソナーを乾燥する等の非常に大掛かりな作業であったとされている。これは、その後2016年に就役するナーガパーサ級潜水艦が、韓国によって建造された209型のライセンス生産艦であることの影響を反映している模様で、これまでに3隻が調達されている。以後も、インドネシアは、韓国からのナーガパーサ級潜水艦の追加調達の契約を締結していたが、2020年頃から、これを5にする言動を見せ始めており、それは、それである。種の注目を集めている。今回のナンガラをめぐる一連の報道で多少不謹慎ながら、興味深かったのは、ドイツの209型潜水艦は輸出仕様であるだけに、従来秘匿されることが常である先行進度がたびたび報じられたことだろう。多くの場合、その数値は、公表されている約250メートルから300メートルというものが大半を占めていたが、中には500メートルだと報道している。マスコミもあり、少し違和感を感じさせられたとも言える。物理的な限界という点では、500メートルの先行進度が全く不可能だと断定することも困難だろうが、カタログスペックのほぼ倍と言える数値をマスコミが報道するのは、いかがなものかと思えた。さて、通常動力型潜水艦の沈没事故といえば、2017年に発生した。アルゼンチン海軍の ARA サンフアン潜水艦の事故も未だ記憶に新しい方が多いのではないだろうか。 ARA サンフアンの事故ではアメリカの探索船がその艦隊を発見しているが、事故現場付近の水深はおよそ900メートルに達しており、60メートル超の全長の導管はほぼ半分の33メートルの大きさになってるという。この ARA サンフアンの事故例でも、水圧で艦体に損傷が生じ、最終的にはほぼ半分の大きさに引き裂かれたようだが、引き上げには約1100億円以上の費用がかかるとされ、実現はしていない。